皆さんこんにちは。舞台ディオフィオーレの番匠、運命の白百合、エミリオ役のバルシャです。自分自身舞台に長らく出演したいと熱望していたこともあって、お話をいただいた時は非常に嬉しかったのを覚えています。また同時にすでにこのビオビオーレの晩鐘という作品はたくさんの方に愛されている作品なので、同じくらいプレッシャーに感じているのですが、自分自身のエミリオを演じられるように頑張りたいなと思っています。エミリオ君は非常に作品中でも謎の多いそんな役柄で、神秘的な役柄なので、自分自身もエミリオ君のことを、この舞台に向けて頑張って理解しながら自分なりのエミリオを演じれたらなと思っています。そうですね、やっぱりその役柄的にも役職的にもこう全身真っ白の衣装っていうのは本当にこう身が引き締まる思いで、でまた結構こう装飾もたくさんついていて、なんかこう普段着られない衣装なので、とても楽しんで着させていただきました。舞台ディオフィオーレの晩鐘、運命の白百合、2019年10月23日よりシアターサンモールにて上演いたします。一同で頑張ってまいりますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。ご来場お待ちしております。君くねやさしさ